回は北海道十勝にある池田ワイン城と道の駅ガーデンスパ十勝川温泉に行ってきました。で、向かう途中のこの素敵な橋なんですが、十勝中央大橋という橋で、白鳥大橋とも呼ばれています。で、周辺が白鳥の飛来スポットになっているそうです。で、ワイン城に到着しました。で、想像よりもお城っぽくてですね、要塞っぽい感じもしてですね、なんかすごくいい作りですね。で、この赤茶色のレンガとも相まってすごく素敵な外観ですね。で、ちょっと周りを見渡してみますと、高さはそんなに高いところではないんですが、近くには住宅地がありまして、ちょっと珍しい感じですよね。でも十勝のですね、こう雄大な自然を眺めながら、すごくいい立地にありますね。で、中に入ってみましょう。で、可愛いコルクたちがお出迎えしてくれました。で、こちらがですね、2020年の6月にリニューアルしたということで、すごく綺麗でした。で、どこもおしゃれなデザインでですね。で、こちらがブランデー作りに使われるですね、アランビックという容器ですね、蒸留する機械ですね。で、蒸留を行う人を昔は錬金術師と呼んでいたそうで、なんかアニメとかこうファンタジーの世界みたいで、ちょっとワクワクしますね。色もすごく綺麗な容器ですよね。で、こちらのワイン城の見どころの一つとなる景色の良さですね。さっきもちょっと、はい、カメラで映しましたけど。で、地下には熟成室があります。で、土日祝日にはワイナリーツアーが行われています。で、行った時期はちょっとコロナの影響を考えてですね、参加しなかったんですが、今度はぜひ行ってみたいと思います。で、ブランデーの蒸留室などもありまして、こちらがワイナリーツアーの内容ですね。45分間のガイドで。で、親切なコンシェルジュの方もいますので、ツアーに参加しなくてもいろいろ教えてもらえると思います。で、4階は素敵なレストランエリアですね。で、雄大な景色も楽しめます。で、新鮮な空気の中でですね、この美味しいブドウサイダーをいただきました。色もね、ピンクですごく可愛いですね。で、売店もこんな風にすごくおしゃれになってまして。で、この山幸関連の商品がたくさん売られてましたね。あとは、まあ当然この十勝ワインの種類もすごくたくさんありまして、本当に目移りするほどいっぱいのワインに囲まれてですね、楽しかったです。で、残念ながら、まあ、訪れた時期はコロナの影響でですね、まあ、試飲が行われていなかったんですけれども、通常は行っています。ブランデーもいろいろ種類がありまして、で、おしゃれなデザインのものがすごく多くてですね、こうデザインを見てるだけでもすごく楽しめました。で、続いて道の駅に向かいます。こちらがガーデンスパ十勝川温泉という道の駅ですね。で、中にはマルシェやスパがあります。で、中に入ってみましょう。こちらの中もすごく綺麗でですね、ちょっと新しい感じがしましたね。で、素敵なカントリー調の内装です。ね、こちらのマルシェにはですね、美味しそうなものがいっぱい売ってました。まあ、北海道名物でもあるハッカ油ですとか、あとはですね、ガラナとかですね。で、北海道では、まあ、ガラナというおなじみの飲み物があるんですけど、こちらコーラに甘さと酸味を足したような味でですね、すごく美味しいので、ぜひ来た時には飲んでみてください。で、こちらのバニラジェのソフトクリームですね、もうすごくきめ細やかで濃厚で、めちゃくちゃ美味しかったです。そう、口の中でこうふわっととろける感じでですね。で、こちらの、まあ、小倉ぜんざいソフトもとても美味しくて、まあ、さすが、あずき、が有名な十勝ということで、お豆のコクとですね、こうソフトクリームの甘さが相まってすごく美味しかったです。で、この可愛い牛のベンチですね、ちょっとお庭に置きたいなと思って、ちょっと値段を見たら20万超えだったので、諦めました。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをお願いします。